そう早くないの。違う違う、なんか恥ずかしい、これなんか短すぎて。そう恥ずかしい。でも数日経ったらマジで切ったっけってぐらいの長さになってんの。私っていつも髪伸びんの早くて。そうそう、髪の毛も染めてきました。ちょっと私はね白髪が多いのでこう見えて、なので染めないと終わります。赤白髪があるんです。そう悩みです。でもまあ染めればいけるので、めっちゃもう1ヶ月に2回ぐらい染めてます髪の毛は。アイドルなので、うん、なんて色に染めてますか。色とかはね決めてないんですけど、いつもなんか暗めっていう、そう見てます。ハイトーンエリちゃん懐かしいだって。え、そうハイトーンにもしたいんですよ。でもねちょっともうすぐあの撮影があるので、そうちょっとまだかなっていう、ちょっとそれが終わったらしようかな。でも私今日本当美容院行く予定なかったんですよ。でも美容師さんに今日何時から空いたんですけど、でこの前行こうと思ってて、でもねレッスンが入っちゃって行けなくて、でまた絶対お願いしますって、で今日は本当にお家に帰って寝ようと思ってたの、レッスンが終わった後に。でもなんか美容師さんから連絡が来て、なんか今日は何時から空きましたみたいな、キャンセルが出ましたけどってどうしますかって言われて、えってちょうどいいって思って、じゃあ行きますって言って、うん、よかった。俺1000円カットだけどって。え、エリもチームメイト入ってすぐずっと1000円カットで切ってた。ずっとではないけど結構1000円カットで切ってました。チームメイトに放ってて AKB になってても1000円カットで切ってました。ちょっとここ後で切ろう。うん、そうだったな。そうです。何色に染めてみたいですか。いやね本当にね染めたい色があって、ちょっと秘密です。染めてからのお楽しみ、うん、想像以上に髪短い。それな、ネリもねこんな髪短くなると思ってなかったんだよ。でももうなんかいいやって思って、何でも。そうでもみんなショートカット好きだから、私のファンは昔からのファンの方は、プロレス始めるのだって。始めませんよ。そうやっぱチームメイトはね4月に終わりを迎えるという、終わりじゃないか活動休止なので、ちょっと初心に戻って。そう私ずっとショートカットキャラだったので、うん、私はちょっと初心に戻って原点回帰でいただこうかなって思います、うん
そう、あの頃のエリちゃん、そう、あの頃の私。本当に初期の頃みたいだって。確かに初期の頃、色付きリップのエリちゃん、そうだよ。あの頃はさ、あの口紅とか塗ってなかったからね、色付きのリップクリーム塗ってたから、なんか化粧濃いのが嫌で、なんかすごいケバくなるのがめっちゃ嫌で、めっちゃ薄い、薄めが良くて、色付きリップでステージ立ってましたから私。さっき久しぶりにディバちゃん見てエモかった。だって、でも着ないでしょ、着ます。で今日なんかお母さんが勝手に私の部屋掃除してくれて、なんかあの服を全部畳んでくれたんですよ、部屋にある服を。でこれいらなそうな服って言って、あのバスパンが置いてあって、バスパンいろんな服とかもう着ない服みたいな感じで、でバスパンの赤と青が置いてあって、あっと思って、これはって高校生の時から持ってるからもういいかなと思ってとかって言ってて、まあ、確かにってもう履くことないだろうなって思って、うんいいよって言った。多分もう捨てます、赤と青バスパン。バスパンさよなら、捨てるならくれーだって。視聴者プレゼントサイン入りでオークションしてほしい。売ったらいいのに。マジか、もったいない。あのバスパンもうさよならします。捨てる前に履いた姿をプラメで見たもん。ウケる、寒いみたいもん。お代理も前に進んでいきます。後でこれ切るので、自分でちょっと気にしないでください。後で切るために分けてますここ。恋愛運一応おめでとう、ありがとう。去年の今頃金髪だったよね。だってそうだっけ？去年の今頃かな、1月10日？もう1年前？本当だ。去年のさ。今日染めてたわ髪、マジで。去年の今日、待って、同じ日に美容院行ってる、受ける。めっちゃ受ける。めっちゃ同じ日に美容院行ってるわ。めっちゃ面白い。
面白い、ね、めっちゃねウキウキしてたもん、金髪にして。私ほんと初めてブリーチ、あの 全部ブリーチしたからめっちゃウキウキしてた。毎日金髪なだけでなんか楽しかった。だから髪色変えてさ、めっちゃやっぱ気持ちって変わるよね。なんかめっちゃウキウキしたもん、初めてブリーチして。あの次の日朝起きて鏡見たら自分の髪がもう真っ黄色で、って思ってめっちゃウキウキしてた。金髪似合わないよねって言ってる。いやめっちゃ似合ってた。自分でも似合いすぎて大丈夫かなって思った、そう似合ってなかったら。あ、やっぱそういうファンの方もいますよね。そう受け入れられないみたいな、まあ、似合ってないっていう、まあ、100人中100人が好きとかもうむずいですからね。そうですね。でもそれを私に言ってくるって人の気持ちを考えられないとかなってちょっと思っちゃいます、うん、金髪最初ズラかと思ってた。え、そうだよね、最初出てきた時そうズラかなって思うよね。だって突然だから。マスクで隠してたね。そうだよ。サプライズだった。嬉しい。なんかね、めっちゃメンバーとかもびっくりしてた。えって。スタッフさんも、え、小田ちゃん、えみたいな。そう、またやりたい。スタッフさんにも、でもあのアイコの歌歌、なんか誰かにはアイコの歌歌うからアイコヘアにしたいんですよって言ったんだよ。金髪とかの時は事務所の許可いるんですか？取ってないです。今日髪切るのちょっと許可いるかもしれなかったけど何も言わずに切った。ショート寒いですかって、もうショートじゃなくてもね、寒いです。日常。うん。寒い。
タイで食べたいもの何ですか？なんだろう、ラーメン。今日風強すぎだって、それな。16歳に見えます。嘘つけ。それはさすがに。だって私今日さ、レッスンも寒すぎてさ、ダウン着ながらレッスンしたよ。マジ寒すぎて、レッスン場が。昨日はニット着ながら、もう寒すぎてニット着ながら、そう踊ってた。ずっともう寒い。なんか私すごいダウンで踊ってて、ずっとレッスン場寒すぎて。で、茂木さんが寒くてこうやってうずくまってたら、マネージャーさんが、あ、ちょっと部屋の温度上げた方がいいですかねって茂木さんに聞いて、はいって言って、えって待ってって、私ずっとダウン着てたけど、え、私のこともちょっとは気にしてってちょっと思ったそう、え、あ、私ずっとダウン着てますけど、私のこともちょっと、あってそうそう思いました。うんうん。めっちゃ寒い。なんか最近レッスン場めっちゃ寒い。手振ってだって。雫公園いつだっけ、14かな、やばい。すぐだ。しかも2回公演でしょ。もうどうしよう、しんどい。でも楽しいなんかもうさ、もうさ、この前のさ、僕隊のさ、次の日起きれなすぎてやっぱ2回公演はやばいなって。ねえ、アラサーいじりやめて。あなた何さですか？おじさん？おじさんにアラサーって言われてんだけど。
ああうん、いやなんか歌ってるからね、あっちに公園って。だからそれも体力消耗、なんか歌うから、 歌うシーンが多いから、8人公演は踊りながら、うん、16人って楽屋入れるんかなって。え、それなのよなんかさ、16人ってさ、今までなんで楽屋16人で使ってたんだろうって思ったよ、うん、なんかこの前さ大晦日公演の時16人ってさ、めっちゃぎゅうぎゅうだった。でもそれがいつもなんだよね、いつもそれだったんだよね、うん、劇場も16人でよく踊ってたなと思う。だって、え、それ16人ね、確かによくあそこに16人立ってましたね16人がいいな。だって分かる分かる、めっちゃ。うん、なんか AKB のさシングル曲を少人数で歌って踊るってめっちゃ違和感。なんか他のアイドルさんはさ6人とかのグループとかでさ、ちゃんとフォーメーションもさいい感じに、ダンスとかも6人だからちゃんとよく作られてるやん。でも AKB の曲ってやっぱ16人でさ成立する振りだからさ、なんか6人とか8人とかでやるとめっちゃ物足りなく感じる、うん、ちゃう。でもそうやって物足りなく感じさせないように私たちは頑張らなきゃいけないけど、そうやっぱそう思われてるってことは私たちのちょっと実力不足なの。すいません
喉大丈夫だって。いやちょっとなんかガリガリですね。ガリガリ、なイガイガだ、イガイガ、ガリガリは違うわ、イガイガだ。カスカスなんですよ。でも結構ずっと、もう1週間ぐらい。そう。でも私鼻水もすごい出るので、そう頻繁に今鼻水絶頂期なので、それも多分影響してます。楽屋の加湿器活躍してないのだって。なんかしかも私この前の木炭の時、私が一番暖房が当たる場所だったんですよ。楽屋の席がめっちゃムンムンしてて、暑くて直当たりだったんですよ。それも相まって、もう水にあの喉飴入れて飲んでました。でそのペットボトルを見たマリアが、え、なにこれって、え、ってなにこれって驚いてて、あ、え、これじゃ喉飴入れてる、喉飴入れてるだけって言って、うん、そう独特な中身だったので。そうよくでも歌手の方とかなんか喉飴を水の中に溶かしてそれを飲むって、ボイトレの先生とかもおすすめしてて、私も結構前からやってる。その水の中に歌う時がある時は喉飴を溶かす水に。龍角散ダイレクトね、めっちゃ人気だよね。安定のジングルベル、早くクリスマス来てほしい。
ンサートと AKB48 のコンサートに違いはありますか？あります。8のコンサートは、メンバーが出て、 AKB のコンサートは AKB のメンバーが出ます。うん、 AKB のコンサートには AKB のメンバーとチームメイトのメンバーが出ます。はい、なんか AKB なんかチームメイト兼任してないメンバーだけでやるコンサートも見てみたい。会場の雰囲気とか違いますか？だって、違うかな。チーム8だったらなんかもうみんな絶対違うと思うけど、みんな私のこと知ってる、みんな私のこと、まあ、好きみたいな、なんかなんだろう、メンバーなんだろう、なんか8のコンサートだったらなんかもう8ってなんかみんな8のファンはみんなのことが好きだと勝手に思っちゃってるので、そうホーム なんて言うんだろう、そうホームって感じで、そうなんかそう思います。でも AKB のコンサートはなんだろう、なんかそうじゃないですね。うん、だから自分のファン見つけたらめちゃーってありがとうって思うし、思います。とても、でも8のコンサートでも自分のファン見つけたらはっって安心します。うん、うん、お腹空いてないです。ご飯食べました。小さい頃怒られたりした？だって、めっちゃしましたよ。めっちゃ怒られました。牡蠣って食いますか？食います。今も怒られてますか？だって怒られてます。めっちゃ今度友人のチャッピーが結婚します。だっておめでとう、チャッピーおめでとう。初見の方がなんかすごい、チャッピーが結婚しますって報告してきた。みんなもおめでとうって言ってあげよう。チャッピーおめでとう。たいですね。そろそろ結婚したいな。だって頑張って。
応援してる。今さ婚活パーティーとかあるじゃん。だからこう結婚したい人たちが集まるパーティーみたいな、そこにね行くのもいいと思うよ。なんかさ思ったんだよね、普通になんか普通に生きて、なんかさ夢を見ちゃう時あるやん。普通に生きてて、あ運命の人だっていう出会いをなんか求めてますみたいな人も多分いっぱいいると思うけど、結構もうそれもう婚活パーティーとかの方がいいよねえ。わかんないけど、ちょっとごめん無責任かもしんないけど、そうそれさもう永遠にねえ、そう難しいかもね、それだからもう一回行ってみよう婚活パーティーみたいなね。うん、小田さん主催してくださいだって。え主催しようかな、私小田恵里の主催婚活パーティー開こうかな。私司会するわ。じゃあ司会したい、やりたいやりたい、うん、小田井亮太独身のファンミになるだってやりたい。いいじゃんいいじゃんって言ってるの私男の人だけかも、でも分かんないけど YK さんにお願い、もう一回プロレスみたい。なんで YK さんね、豆腐プロレスがあればねまたやりたいですけど、うん、膝小僧の反対語って何だって。何これ、なんか誘導されてる下ネタとかなんだろう。膝の反対語肘ですよね。肘大人大喜利だった、これもしかして。やばいつまんない、じゃあ肘大人とか肘じい
と結婚だ、だって、え、いい、私まだそんな、私アイドルだからちょっとお前とかやめてください、あの急にお前って、お前っていうやつと私結婚できません、すいません、ちょっとお断りさせていただきます、すいません、はい。しかもカタカナのお前だった、なんか王にさ前じゃなくてお前っていうカタカナだった、やだ、一番やだ、うん、そうカタカナのお前使っていいの湘南の風だけだから、そうお前って、そう、目を閉じれば億星の星、一番光るお前がいる、名曲マジで、やば、もう10時になる、早い一日。じゃあ今日はこれで終わろうかな、皆さん見てくれてありがとうございます、ということで最後にランキング読みたいと思います、いきます。13位ファデル、12位クマティ、11位中堅、10位ひとくまさとる、9位ごめん先生、8位直樹、7位マカシアットおだし、6位マアットおだし、5位みやちゃん、4位みほ、3位しんご、2位進撃のパオン、1位高円寺、ありがとうございます、皆さん見てくれてありがとうございました、ではまた明日も配信させていただきます、見てね、バイバイ。